裏切られたな、ほんと。海外は1年活躍するのはなかなか難しいけど、まあちょっとこう何人かね、インプットしてもらったの。そう。でも来年ちょっと楽しみね、井上君ね、楽しみにしてみましょうよ。どういう形に出てくるか。いや、そしてまあ、ヒデといえばやっぱりね、中日時代はすごいピッチングコーチという形で、若い選手をずっと上げてきてるんで、ジャイアンツでもそれを発揮してもらえるか。そう、だからその井上、井上君がまあどういう形で出てくるかっていう。ね、山崎、井上っていう、あとはまあ赤星っていう。赤星君、この辺がこう若手の台頭をしてきた部分。あと、平内っていう。あ、平内、セットアップでね、結構投げたんで。ちょっとこう、故障発生で、手術してしまったんだ。あ、そっか。これはね、まあ、どう形になるかわかんないけど、ね。高橋優輝って分からない。指定してきたりのね。47番なんですけど。そうそう。もう2桁勝ったんだけど、